今回のゲストですね、この方でございます。笹井さんです。この人はやっぱりね、女方もできますしね、それから日本舞踊の名取さんですよ。確か名古屋踊りに、名古屋踊りに来はった。はい。なんでそんな大きな声出すの？確か新聞とかテレビで流れてるのを見て一緒に来はったんですか？いや、違います。お一人で来はった。はい。名古屋踊りは見てないですか？エチュードっていうのは普段よくなる？これも何年もやってなくて、それこそ若い頃はね、演劇の仲間はね、そうお客さんに見せるためじゃなくね、何か作品作りのヒントにね、なさるでしょ。で、僕は大学も演劇の演技の勉強してましたから、いろいろなんかやらされた記憶はあるんですけど、もう20年とかやってないと思うんだよね。じゃあそれも久しぶりになりますね。嫌ですね。嫌ですか？嫌ですね。もうセリフとかちゃんと決められたり、役柄を与えられた方がどんだけ楽か。だから今の気持ちはどういう？もう帰りたい。今日の設定はこれです。こんなちょっと汚染室こんな感じですね。ちょっと汚染室、長いこと船なんか乗ったことないわ。おお、あー、こんなんや、こんなんや。雑魚寝するんですよ。乗ったことあんの？気がするって。女の引き出しの方が僕はたくさん役者としてはあるので、実はまあこう映像って残酷なので、その舞台だと女の役できるんですね。お客さんに想像力があるから。だから外人にもなれるでしょ。みんな外人やるでしょ、好きだから。でも考えたら変なんですけど、それが成立するのは演劇だけなんです。お客さんに想像力があるから。映像はもう残酷だから、おっさんって映ったらもうおっさんなしかないんですよ。なるほど。それが悲しいね。はい。バカに。はいはい、わかりました。はい、それじゃあその君選んでください。あ、僕ですか？はい。あ、立ちなさい。どうぞ選んで。じゃあジャージでお願いします。このジャージ。え、あ、じゃあ一番じゃあ一番左の。なんで君が選んでるの？じゃあジャージでいいんやろ。ジャージで。じゃあジャージで。はい。ジャージでね。前の子がなんかあって言うたの。まだ何なんですか。私短パンがいい。短パンがいいね。そんなこと言うたらきりないですからね。彼の意思で選ばせたってください、ジャージ。だからこれがもしも舞台でやってって言われたら、かなり僕違うんです。任せてってこう思うんですけど、でどんな女演じようかなってちょっと思うんですね。だけどどんなに女方の演技術を駆使しても、映ってるのがおっさんなんだって思うとすごいなんかひるむ。だからもう今日はあえて、どうせおっさんなんだから、そんな変に舞台で女方やってますなんていう、そういうのは捨てて、もうどうだおっさんはっていう大おっさんにしてみました。この衣装なんですね。なるほど。それではキーワード、何しますか？何か、え、キーワード言いたい人は、い、名古屋踊り。名古屋踊り、ね、名古屋踊りに来はったんですか、言うんですか、キーワード。すぐに答えろ。我が子って言ってください。我が子。我が子。我が子って何なの？僕ら劇団で我が子って言うんですけど。劇団我が子。我が子ね。まあ、他に。何泣いてんの？緊張しちゃう。え、緊張しちゃった。立ちなさい。緊張するときは立ちなさい。おめでた。
え、おめでた。おめでたの。おめでたです。それじゃあもう、名古屋踊り、そしておめでた我が子で3つ入れましょう。我が子はいけますよね。自分おめでたやねんから、我が子やねんもん、ねえ、それはいけるでしょう。名古屋踊りがどうなるちゃんと書いといてや、忘れるわ俺。それでは行ってきます。それではどれで、それでは本日のゲスト、笹井英介さんです。久しぶりですよね、はい、まあ、4姉妹で、ね、そうなの、覚えててくださいました。4姉妹で覚えてたの。あの時笑わされて。何で笑わされたんですか。覚えてらっしゃる。いや、覚えてますよ。僕はなんか何回も NG 出した気がするんだけど。それは誰が悪かったんですかね。鶴瓶さんが悪俺が悪かったんですよね。そうですよ、そうですよ。なんかこういうなんかしてるシーンでしたね。あ、そうそう、警察となんかやったんですね。で真面目なシーンだったんですよ。警察官だったんですか。覚えがないんだけど。あの、そうそうそう、あれ竹中さんも出てましたもんね。いらした、はい、これは知ってるんですか、佐世さん、この番組は。知ってますよ。もう悪夢だっつってたの今出たいの半分ね、はい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 、いざとなるとできますやん、そんなもん。できませんよ、怖いよ怖い怖い。あ、持ち道具はこれ、はい、なんかあったらですね、これは、はい、どうぞ好きなので、僕はピカピカ。どうするかですよね。どうします。いや、だからそれ誰かに決めてもらいましょうか、うん、あちらの方にね、決めてもらいましょう。すいません、はい、どうします。笹井さんがあのいてるのか、両方一緒にいてるのかじゃ僕らがね、決めてしまうと一緒、あの意思が出てしまいます。笹井がいてて、で僕が、あ、笹井がということは、あ、マネージャーです。びっくり呼ぶびっくりした、急に呼び捨てしはったからそうだよね。笹井があそこにいてて、はい、僕が入ってくるということですね。はい、はいはい、お願いします。どっから入ってくんやら、入んやったらどっからでもいいか。はい、どちら、どちらでもいいか。それではスタート位置にお付きください。他はスタッフも死を元気笑い声にもお気をつけください。あ、ご苦労さんです。すいませんね、終わらせますからね、ちょっと待っててください。いやいや、今日はね、あんまり人いてありませんわ。うん、よいしょ、先確保しとかないとな。慣れてらっしゃるね。ええ、お里帰り。里帰りですかね、うん、あの、あ、よいしょ、我が子
我が子。我が子？はい。我が子はね、うん、あの おめでたでね。ええ。ね。娘さん。そう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 、我が子がおめでたで。ええ。ええ。これはいいね。ああ。ええ。一人目。いえいえ。うん。一人目じゃないんですよ。うん。いやだからまあもうおじいちゃんになるんですよ、2人目なんですよ。名前ねまだついてないんですよ。お宅はいたはるんですか。いや私一人もんでね、悲しいね。あそうですか。いや名古屋ホテルがあってね、おそれ見に行ってたら急に電話あって、それがあのとにかくあの早く帰ってきてえねや言うて、お客さんすいませんけどね、ここちょっと人出入りするからね、もうちょっと隅っこの方に。いつもここで寝てるの。いやいやいや分かりますけどね、ちょっとこの置き方も悪かったね、もうちょっとこっちやろうかね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ここはちょうど足来るでしょう、皆さんね、こうね、こっち来てもらっていいですか。いやいや、あのね、行きますけども、いつも僕はここ帰るときは、姉妹帰るときはいつもこの場所で、やらしてて、そんな皆さんいるだって7人ぐらいしかいたはれんねんからね。いやいやいや、ほんでもちょっとこっちの方へ来てもらってね。今そういうしゃあったん。しましたしましたしました。私ね、験担ぎでここでいつもこうここがいいんですよ、ここがいいねんけどね、またいでもって目指して。ああ、いやいや、まあよろしいわ。ほんならじゃんけんしめよ。じゃんけん、はい、じゃんけん、あなたが勝ったらそっち行ってあげます。そうしましょうかね。あ、はい、あれやったらここやから、はいはいはい、最初はグー、じゃんけんほい、ほら勝ちましたね。こっちの3回。そんなあなた、わかった、わかった、はい、いやちょっと待ってね。あ、人顔ですね。はい、あのね、ねちょっと最近入れていただいてね。え、最近ここあの仕事入れていただいてね。あ、そうですの。はいはい。前の佐々木さんはどうしてあるんですか。前佐々木さん、うん、あ、佐々木知らんか、新しい人やさかい。ええ、知りませんね。佐々木さんとはいつもね、うん、要はあの帰る時にはやってたんですけどね、はいはいはい、話してて。ああ、そうですか。ああ、来なかったな、名古屋通り。あ、いいですね。見に行かれたことありますか。ああ、はいはいはい。え、名古屋通り。名古屋通りいいですよ。あ、そうですか、見に行かれました。いや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 、ちょっと昔出てたことね。さて、すぐ終わらせますからね。へい、私ね、地獄耳のまっちゃん言うんですわ。お、今言わはりましたな、私名古屋踊り出てたことあるって今言わはりましたな。はいはいはい、ちょっとね。いや、聞いてたんですか。やってありました、名古屋踊り。お、昔ね出てらっしゃったことある。いえ、私は見る方ですわ。そうです、ええ、あれ若干きれかったな、みんな。あ、そうですか。いえいえ、ずっとほんだら今は今これですよ。あ、今もうそういう踊りをやったはで。ええ、もうあの全然ダメですね。いや、なんで、いや、なんで、いや、ごめんなさいね、そんなこと聞いて。いやいや、いやいや、なんで、いや、なんでやめはった。いや、あのね、実はね、ちょっとあの役者やったりもしてたんですよ。何や、ちょっと品作ってる思ったら役者さんしてはった、はい、お客さんもやってらっしゃったんじゃないの。いや、私やってませんがな。そうですか。うん、私は全然そんな役者の、いや、役者やったってね、ほんまに、ほんま、いや、好きですね、それの村芝居とかそんな好きやけども、そんなやったら、いやいや、ええ顔してあるの。そうですか。うん、なんか女方さしたらものすごいような感じやな。おぉ、ええ、まっちゃんさんでしたっけ。まっちゃん、あの、地獄耳のまっちゃんでね。まっちゃんさんのこともちょっと見たことあるような気がする。なんだな、本当に。なんだね。なんかやってらしたでしょ。いや、なんだね。いや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 、ちょっとまっちゃんさん、メガネ取ってみてください。やってない。いやいや、いや、私はね、村に、あの、その島にね、うん、娘が、あの、ちょうど、いや、あの、子供、まあ、ちょうどね、電話かかっててびっくりしましたから、名古屋通り行くのにって言うてんのにはね、そんな時に出てくる、まだ10日も早まる。あ、思い出した思い出した。あの旅の一座にいてはったでしょ。ねえ、なんて名前やったかな。あ、絶対そうや。あのね、あんたちょっと
さすがに私は共演したことはないけどね。ほら、あんたのあれ見ましたよ。一本型の土俵入り、あのほら何ですか、駒形萌えやってましたでしょ。怖い顔してちょっといいじゃないですかね。ね、なんて名前やったかな。言いますわ。はいはい。お前尾上松之助言うてね、その当時。そうです、そうです、松之助さん。我が子で劇団作ってたの。あら、私見たことあった、うん、あ、なんか因縁感じますね。いやでもまあえらいことになって、もうその潰してもでな。あ、そうでしたか、私もね、いや嬉しいわ、あえていろいろね、旅や回りの役者やってたんですよ、女方で。ほんまに。そうなんですよ。あ、それで言うとあったんやな。 それであの今度女方入った言うて、女方っておかしいやろ言ったんやけど、女方入ったで、あれ女方やでって言ったんや。そんなこと言ってました、所長がね。ええ、あと何中劇団に入りましたよ。あ、私ね、あのね、あの一人身でね、あの一匹狼でいろんな劇団回ってましたのよ。ほんなら、うん、名前は何て言いましたよ。何は知恵の女優。あの何は重要の女って、あの三之助さんだとよう一緒にいてたよ。はい、何は三之助。あ、知ってます、出るかな。あら、恥ずかしい、こんなとこで。いやいや、そんなとこでて、あんた何は三之助さんの一座の花形やがん。いや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 、それ何でそんなことしてんの。いやいや、まだちょっと聞かんといてくださいね。あ、恥ずかしいけど、あ、なんか嬉しいわ。いやいや、松之丞さんに会えて嬉しいわ。いやいや、松、いや、ま、誰も来てはれんからあれやけど、うん、何は三之助スケ一座って言うたら全国でもほらいろんな、市川おもちゃとかも。あ、おもちゃさん仲良しでした。はい。もうやめましょうよ、そんな昔の話。いやいや、昔の話ってあんたが私はね、いやどっかで見たよ、あったから駒形もへえの一本刀土曜日やってましたでしょ。素敵でした。あれは私の当たり役やったんやけどな。そうそう、この辺のお腹の様子もあのまんまやもん、あのちょっとこう恰幅のいいの。ほんならあんた、あの、うん、それもやったことある。あの私おつた、おつたやらせていただいたことありました。いや、あれはもう俺が37、8の時やったな。男盛り、素敵でしたよ。あんたいつやめたやん。もうかれこれもう10年ほど経ちますかね。まあいいんですよ、あの花の盛りにやめましたから。うん、まあこんなとこであんた松之丞さんに会えるなんて本当にびっくり。いや、俺びっくりした、ドキッとしたの、こんなとこであんたに会えるやなんて、ね、何は、ね、あれ有名やったで、うん、何は、うん、何は何やった。え、いや、あのね、あそこのおもちゃの劇団の中ではあなたを見たい言うて方々から来はったんやけどね。嬉しいね、これも何かのね縁ですよ、松之丞さん。うん、何や。今松之丞さんこんなこと言うのはあれですけど、今何してはりますの。わしはな、うん、だからこれえ止まって、うん、持ち逃げされてな。あら、回り回っていろんなところで手形がいってやな、うん、それでちょっと今ブラブラしとんねん。だからまあ孫もできるし、これから働かなあかん思うねんけど、今不景気やろ、うん、でまあそんなもん、いや、まあ、芝居見に来てくれる人もおれへんしな、うん、うん、いや、せっかくこうして出会ったんやから、なんかやりたいね、二人で。まあそれやってもええけど、あんた。ほんまですか。いやいや、だまずこれをな、まあ、一つちゃんとしないと、あんたもあれでしょ。いや、私ね、なんとか型はつけたんですよ。もう型はついたの。あと自分が働くだけ、自分の食べ食いぶちだけ働けばいいんですよ。いや、ほんまかいな。なんかやりません。いや、やりませんよ。だってもうな、昔やしな、わしもな、長いことってないけど。いや、あんたいろいろ演出もすんのか。あ、やりますよ。ほやけど、でもまあこんな時代やから昔のええものまたやりましょうよ。一本型のとか、そんなやとか、あのまぶたの母やとか。まぶたの母な、ね、日本人のね、いいところいっぱい。わしゃな、わしゃおさんもへがな、あら、おさんもへが好きでな。いや、いいね、スケーモンやったことあんねや、うん、ああ
でもほんまはな、おさんモヘをやりたかったんやけどな、うん、あんたがおさん、わしがモヘやりたかったけど、やりたいね。いや、俺はスケモンって悪役やったんやけどな、うん、うん、やろうよ、ねえねえ、目も悪なったしな。いやいや、やりましょうよ。もうこんな仕事やめた、やめた、やめた。いや、いや、ね、ちょっとわしもちょっと湧いてきたな。ねえ、やりましょうよ。ほんだわし何の役やんの、ね、え、何でもいいですよ。じゃあちょっと心中やりますか。ああ、心中やろうか。心中もの、ね、よし、心中やろう。心中ちょっと誰か来へんか、はい、いや、ちょっと乗ってきたな、まあ、あのね、なんかこんなもんでね、はい、これ持ってあんた、こうやって、こうやってこう刺すやつやって。嬉しいわ、久しぶり。ね、つけてや。これが根性のお別れ。南無阿弥陀仏言うて、はい、南無阿弥陀仏。これ刺すようにして、ゴーン、チャン、チャン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 。いいじゃないですか。ちょっとちょっとちょっと、もっぺんやらせて。え、もっぺん、分かってきた。昔の勘取り戻した。いやいやいや、ね、こんなんだね。怖いな、こんなとこでこんなことできるとは思ってなかった。ちょっとその前に、その前に、ね、何かな、このなんかね、なんとかこう人踊りしてほしいわ。人踊り、もうちょっとやってな、人踊り、ちょっと恥ずかしいな。いや、できるやん。いや、俺あれ見たかったんやな。名古屋踊りも出てたよ。名古屋踊り出ましたよ。出てたよ。何やったの、名古屋踊り。ゲストでやりましたよ。ね、どんな踊ったの。藤娘とか。藤娘のちょっとだけ肩踊ってな、ね。一目せきがさ、塗りがさ、しゃんと振りかたげだる一枝は。いや、素晴らしい。恥ずかしい。ねえ、松之丞さん踊って。私は踊って、踊りは要せんわ。踊りは踊ってらっしゃいますよ。大丈夫ですよ、踊ってくださいよ。どんな、いや、かっぽれかっぽれ、よいとな、よいよい。ちょっと待ってください。はいはいはい、わしね、やめた原因の一つにね、腰悪かったんですよ。辛いかんですよ。せやさかいね、腰悪かったから、うん、踊りはやっぱ腰やからね、腰で踊らなんかから、うん、やっぱりすごいな、まあ、無理させてそうです。いや嬉しいね。いや、こんなとこ、ほんだら、うんうん、わしの借金をちゃんと、うん、これ肩つけたら、うん、一緒に劇団やるよ。やりましょうね。やってくれんのか。やります。あのね、このアルバイトみたいな仕事ね、うん、あとあの三月だけやらせてね、あのやっぱりさ、今入ったばっかりやからね、うん、これで三月だけやらせていただいて、できちっと辞めさせていただいて、あのな、うん、他に虎でみんな雇ってな、一つの劇団たちは、うん、昔やったやっちゃうな。いや、先生、おー、湯島の白梅とかな、やりましょうよ。ね、今の踊りもっぺん見たいわ。違う踊り頼む、違う踊り。いやもうあんまりやったこんなとこで、ね、掃除してた途中ですよ私ね。これあの今日ね、あの島着いたらね、お宅の娘さんとこね、子供さんできるね、そしたらゆっくりあのお邪魔してもいいお宅に。あのね、うちの娘、うん、ほんまに笑顔しまんね、こんなあれやから。じゃ娘もやらせようか。娘も白塗りさせて、生まれた子供が。いいね。仙台もしてもええがな。いいですね、もう子役決まり。いや嬉しいわ、ワクワクしてきた。いや、松之丞さん愛嬌ある笑顔やね。何を言うてんねんな、こんなとこで会えるやなんて。ね、劇団の名前決めよう。決めてください。何がいいやろな、劇団。何や、いやいや、それはあんたが座長しいな。いやとんでもない、とんでもない、とんでもない、あんたが座長したらいいんやがな。あんた、とんでもない、先輩決めてください、お願いします。はい、うん、だから、よし、劇団名古屋踊りでしょ、初めてお立てたの。なんか劇団名古屋踊りや。いいですね、名古屋踊り。それで決まりや。いや、嬉しいね。今の名古屋踊りのもっぺ、藤娘ちょっと踊って。藤娘、いや、これ今の、ま、感動したわ。ほんなこれやで、はい、これで。すごいね、これ。一目せきがさ、塗りがさ、しゃんと
振りかたげたる一枝は。うわ、ちょっと、俺それ教えて。ちょっと教えて。こうやってね、傘ここね。これあれやな、ね。これ、持っていいですよ。これ藤の枝ね。はい、はい、目が見える。大丈夫？大丈夫、はい、こっちね。まあ、真似してね。さあ、一目関がさ、よ、ま、回って塗り、傘のここ取って塗りが、あ、さ、お首を1、2、3、こっち、そうね、もう一回やる、はい、これ遠く見てんのね。伸びた、縮んだ、伸びた、傘の取って、ぐるっと回って、そう塗りが、さ、右から、は、ひ、ふ、み、オッケー。すごいの踊ってもうたね、これ。ほら喜びやろ、あいつ。前全然見えへんねん。だから何、なんかキーワード出てんだけど、ま、忘れたんかな思って。でもすごいやろ、あの踊り。綺麗やろ。あんな見られへんで。女やな、もう。ね、完全に女がてや。おばちゃんやも最後。最後、ね、おばちゃんやな。おばちゃんずっと日本舞踊やったはったからやろね。なんで劇団作らなあかんの、島島に帰ってやって我が家潰れたで。それでは、笹井さんに出てきていただきます。笹井康子さんです。あのね、笹井さん、はい、あのね、あのキーワードをもらったんですよ、はい、普通はキーワード一つなんですけど、うん、彼らがなんか劇団を作ってる、我が家という劇団を作ってる、ね、それで彼は、うん、あの笹井さんを名古屋踊りというので取り憑かれたように言い出したんですよ。ね、そうか。であの人がおめでたなんですよ。でキーワード全部集めてそれ言わなあかんようになった。あ、そういう、そういうことがあったんですね。そうそんなこっち勝手にこう言ってたんやけど、名古屋踊りばっかり言うからね、あの人。でもあれ本当に藤娘の名古屋踊り。いや、名古屋踊り別の雑誌本でしたけど、出していただいたことがあるんです、何年か前に。ああ、そうですか。そうだから、名古屋踊りときたか。それで劇団わーやってなんだろうって思ったの。舞台は女方が多いでしょ、うん、まあ自分で企画するときはね、女方多いですよね。女方やってますね。だから今日もね、なんか女の引き出しのがたくさんあるわけ、役。俺はどっちで来はんのかな思ったら、そう、掃除の格好して来はったから、そう、あ、そうしはんねんやと思ったんですよ。うん、で最初ちょっと頑張ってたんだけど、うんうん、あ、もうダメだと思って、もう女になっちゃいと思って。ああ、それでは一緒にちょっと見てみましょう。もうこれがね、おばちゃんの掃除ですからね。そうなんだよ、もうね、もうにじみ出るよね。もう体がもう女になってるんですよ、ね、どうぞ。完全におばちゃんやもん、これ。あ、ご苦労さんです。すいませんね。ああ。ちょっと待ってください。いやいや。これがまた。今日はね、あんまり人いたありませんわ。うん。このメガネかけたわ。ドア入ってないんですよ。え、そうだったんですか。ドア入ってないんで。あれだな。あらららお里帰り？里帰り行くわね。あの、あ、大丈夫。ストップ。これずっと考えてはるんですか。はい、もうなんかちょっと寂しそうじゃないですか。そう俺がトントンと行くから見てみなあれ、これものすごい、うん、なんか事件起きそうですよ、ね、そう、もう 悪役の顔してるんでしょ。あ、悪役に行こうとは思ってなかったんですか。いや、思ってました。首絞めようとか、うん、で、ま、前ね、その割とつい最近にマツコ・デラックスさんもお出になったって聞いたので、こりゃあんまりお姉キャラが続くとね。もう鶴瓶さんもへきへきとしてね。いやいや、おねえキャラはね、向こうは完全におねえキャラです。おねえキャラか相撲取りしか知らないじゃないですか。おねえキャラでキャハタかぶったらよろしいやんか、これ。最初は少し怖い男の役もやることだからそっちで行こうかと思ったんですけどね。
もう耐えられなくなっちゃった見てみなれこれどっちにしようか今そう迷ってる完全に綺麗なおばさんやもん完全に綺麗なおばさんです過去引きずったねだいぶね暗いねはいどうぞあっよいしょ我が子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 がね、うん、あの おめでたでねえっ、ね、娘さん探してどうぞどうぞ目見えへんからあ向こうに書いてあるカンペ見ようと思うんですよあ、ね、カンペを見ようと思うんですけどじーっと見に行ったら12分って書いてあったな関係あれ今経過12分やって書いてあったよしまいに、ね、全然目見てるあのおめでたでしょ完全探してんの、ね、娘さんそう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 我が子がおめでたで、探してずーっと見てるでしょずーっとカンペ探してんねんもんどうぞ娘さんそう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 我が子がおめでたでこれはいいねかわいい一人目いえいえ一人目じゃないんですよ、うんいやだからまあもうおじいちゃんになるんですよ2人目なんですよこれはねこれは本当なんですよ本当に9月1日に生まれたんですよおめでとうございます、名前がね、うん、あの決まってなかったんです3日ぐらい、うん、ね、うん、だから会いに行ってるんですけど赤ちゃんしか言えないこれせないよおじいちゃんとしたら赤ちゃん赤ちゃん男の子女の子男の子です男の子でも自分でつけるわけにいかないでしょ一応親にね、まあ、なんで親がつける言うてるから、うんうん、赤ちゃん男はいたあるんですかいや私一人もんでね悲しいねあそうですか、はい、いや名古屋踊りがあってねおそれ見に行ってたら急に電話あってストップこの時びっくりしたかったでしょ突然名古屋踊りは何だよと思ったこれあの船の船室だっていうのは分かりましたか皆さん分かりましたこれからどっか島の我が島のもに行くっていうのに突然名古屋踊りって言われてもどこにいたんだよっていう感じだから僕はね三重県のちょっとした小さな島に、うんイメージが、はい、あのだからそういうね名古屋踊り行って三重県のあの島に、うん、あの島多いですから ね、はい、あ、 りますねあそこへ帰るということにしようと思った、うん、なるほどね、うん、動揺したどうぞ名古屋踊りがあってねおそれ見に行ったら急に電話あってそれがあのとにかくあの早く帰ってきてやここはもうそうここはだから男になろうと思ってはったんやな、ね、そうなの一生懸命男ぶってたすいませんけどねここちょっと人出入りするからねもうちょっとちょっとそストップそんなんどうでもよろしいやんかそんなんどうでもええやんいやそうなんですけど次自分のドラマ考えたやのにここ邪魔ですからあここなんか発展しはんのかな思ったんですよただ何のこともなくほんまに邪魔やったほんまに邪魔でしたそうですよここはほんまは邪魔ですよね邪魔です邪魔です、でもなんかあそっから発展していくんかな思ったら発展しなかったんですよ何も考えてないもんお任せって感じでしたあそうですか、うんすいませんけどね、はいはい、ここちょっと人出入りするからね。もないな思ったんもうちょっと隅っこの方に。いつもここで寝てる。いやいや分かりますけどね。ちょっとこの置き方も悪かったね。もうちょっとこちらね。すいません。完全におばさんになってます。だからややこしいんですよ。この作業着でになったねって。なんでおねえキャラなんですかそこで。男か女かはっきりしてえな。いつもここで寝てるいやいや分かりますけどねちょっとこの置き方も悪かったねもっとこちらのかねすいません完全におばさんになってますだからややこしいんですよこの作業着でになったねってなんでおねえキャラなんですかそこで男か女かはっきりしてえな まだ今右へ行こうか左へ行こうかもうすごい迷っているところどうなるんだ自分みたいなだから俺もこれどっちで行くんやろうなどうぞあー来なかったな名古屋踊りあいいですね見に行かれたことありますかあーはいはいはいえ名古屋踊り名古屋踊りいいですよあそうですか、見に行かれましたいやいやいやちょっと昔出てたこと
露骨やん。はいだ出てたこともどうぞ。今言わはりました、私名古屋踊り出てたことあるって今言わはりましたな。はいはい、ちょっとね。いや聞いてたんですか。やってはりました名古屋踊り。大昔ね。今はなんでやめはった。いやあのね、実はねちょっとあの役者やったりもしてたんですよ。ああ何や、ちょっと品作ってる思ったら役者さんしてはった。はい、お客様やってらっしゃったんじゃないの。ストップめちゃめちゃ強引じゃないですか。俺は絶対おかしいよね。お客さんやったはったで普通にやな、子供が生まれるから行く言うてんのに。もうそんな絶対そうは行かせるものかと思ってた。もうああ僕になんかなんか名古屋踊りとか言って役者だっていうことにさせるならなお前もせいやって絶対ダメだ。どうぞ。ちょっと町山さん眼鏡取ってみてください。やってんの。いやいや私はね村にあのその島にね娘があのちょうどいやあの子供、まあ、ちょうどね電話かかっててびっくりしましたから。名古屋取り行くのにって言うてんのにはね、そんな時にまだ10日も早まる。あ思い出した思い出した。あの旅の一座にいてはったでしょ。強引やろこれ。無理から一座に入れるやろ。どうぞ。あ絶対そうや。あのねあんたちょっとさすがに私は共演したことはないけどね、ほらあんたのあれ見ましたよ、一本刀土俵入り、あのほら何ですか駒形もへやってましたでしょ。これほんまに睨んでまんねん。何をさすねんなと。どうぞ。いい顔いい顔。一本刀土俵入り、あのほら何ですか駒形もへでしょ。怖い顔して怖い顔していいじゃないですかね。まあ、ここからなんかね影のあることで言いますわ。もう観念したやん。尾上松之助言うてね、その当時。そうですそうです、松之助さん我が声で劇団作ってた。私見たことあった。いやでもまあえらいことになって、もうその潰してもでな。ちょっと今ブラブラしとんねん。だからまあ孫もできるし、これから働かなあかん思うねんけど、今不景気やろ。せっかくこうして出会ったんやから、なんかやりたいね二人で。自分が振ったんです。だこれ絶対踊らせたら思たい。どうぞ。わしゃな、わしゃおさんもへがな、おさんもええが好きでな。いやいいね、スケーモンやったことあんねや。やろうよ。ねえねえ目も悪なったしな。いやいややりましょうよ。目も悪なったしな。あの AD がずっと出してるからなんかまだ忘れてんのかな思って。じーっとやってたら12分やったよ。あーそっか、何面12分出しとんねん。どうぞ。やろうよ。ねえねえ目も悪なったしな。いやいややりましょうよ。もうこんな仕事やめたやめたやめた。ずっと見てねえ見えへん。いや、ね、いやちょっとわしもちょっと湧いてきたな。ねえなんでこれ脱いだんだよ。なんかこれ中身なんかしたんのかな思ってブラジャーかなんか。何したびっくりした。うんからやな、ブラジャーやったのなんかこの状況からなんか抜け出したいと思ったの。こっち脱がはったから何脱いだはんねやろ。どうぞ。じゃあちょっと真珠やりますか。真珠やろ。真珠物あの、ね、全然乗ってない。自分の要線もこうやってこう刺すやつやって。嬉しいわ久しぶり。完全に女やんかね。ちょっと刃出してうーんって嬉しいわ久しぶり。俺もね不思議な不思議な感じになってきた。どうしたらいいの分からへんの。こっちをの別れ。南無阿弥陀仏言ってた。南無阿弥陀仏刺すようにして。
ゴーン。チャン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 。女でお目当て頭おかしいよ。嬉しそうやもん、ほんまに嬉しそうやもん。ああいうちょっと演じる時って、どうぞ。美人娘のちょっとだけ肩踊ってえな。人目先がさ塗りがさシャンと振り方げたる人枝は。いやすいません、日本舞踊はいつからやってるんですか？6つから。それはお父さんお母さんの影響で？おばあちゃんかな。おばあちゃんの。やっぱり6つぐらいからやったらもうそれがずっとなってきて、名取り取ったらいつぐらいですか？は18ぐらいぐらいで取って、いやだからそれは6つぐらいからやってるような、もう体にもついてますからね。どうしても女方ばっかりずっと。そんなことないですよ、男の踊りも。どうぞ。ねえ松之丞さん戻って踊りは要せんわ。勝手なこと言うやろ。大丈夫ですよ、踊ってくださいよ。どんな踊り？いやーカッポレカッポレよいとなよいよい。わしね、やめた原因の一つにね、腰悪かったんですよ。大胆です。せやからね、腰悪かったから。だからこの間腰悪かったから、あの羽田で70番のところまで行かないかんのですよ。ものすごい600メートルぐらいあるんですよ。でもそんなん、まあ老人やないからそんなこと乗ったら悪いな思ったんやけど、カートがあったんですよ。ですいません、このカート乗っていいですかって、短パンに T シャツやねんけどね、どう見てもそんな元気な人やのに、いいですよと、腰悪いから乗ってくださいってちゃんと署名してこれさ、って書かなあかんのって。で俺乗ったんですよ、こうやって。ほんだらあんな乗ったことないでしょ、ないない、カート、うん、ある日森の中熊さんに出会った。なだだだだだ。ゆっくりゆっくりなんかパレードみたいになって、ほらみんな、あ、つぶやつぶや言うんや。で俺も、いや腰痛いんですって、あ、つぶちゃんやとか言う。どうもすみません。なんかアホの人が1ビって乗ってるんだなって思ったんですよ。全部謝ってもすみません、いや腰痛いんですって。ゆっくり走んねんもん、あれ乗ってあきまへんで、あれ。これ教えて、ちょっと教えて。こうやってね、傘ここね。これあれやね。これ持っていいですよ。これ藤の枝ね。メガネ。まんま。大丈夫？大丈夫。こっちね。ま真似してね。これ遠く見てんのね。伸びた縮んだ伸びた。傘の取ってぐるっと回って、そう。お前に教えてもらうんです。右からはひふみ。オッケー。まあ僕はね、やっぱ踊ってもらっただけ、やっぱり本当に満足しましたね。とんでもない、はい、こうやって嬉しいって言ったのはやっぱ風情がすごく良くて、鶴瓶さんの。あ、そうですか。いいなと思って、それでなんか一緒にそうちょっとああいう芝居ができるのが本当嬉しくなっちゃったの。あの瞬間に。いや、いい顔してんで、これね。いやいや、この顔やっぱ女方で見たいですよね、またね。ありがとうございます。ぜひまた名古屋に来られても、はい、皆さん見に行って、名古屋踊りは一つお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。